どうもこんにちは、なっちでございます。最近ですね、あの自動販売機タカラトミーは自販機なんか作ってない。あのサントリーのあのペプシとかね、ある青い自販機ですね。あそこになんかポップっていうメロンソーダがね売ってるんですよね。自販機限定って書いてあって、まあ確かにコンビニとかでは見たことないんですけども、これいいよね。なんか味以前にラベル可愛いし、メロンソーダっていう僕響きが好きですね。緑だからさ、うん、貴族性パズドラーはメロンソーダ飲みながら野菜しか食いません。嘘です。はい、ということで今回はそんな気ドロップを消してしまうオールエスカマリパーティーでどっかに行ってみたいと思います。フェスゲンガチャでエスカマリがたくさん当たりました。お前じゃないって感じですけど、こいつがたくさん出ました。アオソニが1体でエスカマリはプラスなしだけでも5体ぐらい出たんで、多いってなりますよね。ということでどこ行ってみようかなってことなんですけど、竹見方とメフィストやっちゃったんで、サンダルフォン同キャラ禁止でもちろん入れませんので、サタンで落ち込んポンポン狙いたいと思います。ツリーチャレンジもね、特に楽しそうなとこないし、よし行ってみよう。サタン、あちゃんと通常でやってくるんですね。はい、ということで、今回はオールエスカマリを使ってみた。ああ違うよね、回復力だよ。もういらねえよ、お前消すやん。まず回復消すしさ、これどこだ、ロードフロアぐらいからしか使えないんじゃないの、スキルが。おっと、またこれめんどくさいものが来ましたね。どうしましょう、イカで貯めちゃおうかな作戦、これ使えなくなりましたね。うん、回復力倍率かかっとってもね、これ回復一生降ってこないんで、このパーティーだと。だからとりあえずこいつを倒したいと思います。ボコゲシするだけで4倍、どうなっとるんだと。おかしいよね、もうエンハンスの域を超えてますよね。むしろ宝石姫ぐらいの倍率出てますんで、 4.3 ね。しかも変換しなければ全てが泥鏡と。ケルベロスが落ちました。ここのケルベロスのドロップ率とディオスのグリフォンのドロップ率って絶対違いますよね。絶対ディオスのグリフォン落ちにくいよね。エアキャラはボロボロ落ちるくせにね、ダンジョンによっては全く落ちませんから。さあ、溜まりました。ここから目覚めし放題と思ったんですけども、残り回数もそんなにないんすよね。とりあえずね、倍率がおかしいってことが分かりました。3.47。最後はめちゃくちゃこれ繋げたいですね。闇ドロップ。ただ回復がないから、なんかこのダブル変換的な感じがあまり出ていないかなっていう、今、そんな気がしております。エスカマリってやっぱりダブル変換でいっぱい闇を作れるからね、安心感あるみたいなとこありますけど、サタンがお邪魔とか作ってくるわけでもないからね。すごい500万。これプラスあるとないでだいぶ火力変わりますね。はい、眼光度数ちょっとこれ溜めれんかな、闇ドロップ溜めれんな。いかんいかんいかん、変なことするとこいつ死んじゃうから。オッケー、よし、これでいきたいと思います。目標じゃあプラスなしで500万ね、いきます。どうなんだろう、結局これはつなげまくった方がいいのかな、未だにわかんない。あ、落ち込ん全然来ないやないか、強い強いけど、スロースタートなんで、レジワロスなんで、どっか行ってみたいけど、一回で貯めれるところがいいな。ツリーチャレンジ。ゼウス・ディオン・ココゼコ。ツリーチャレンジの内容自体があまり面白くないんですよね。一番上が害悪なだけなんで、ね。じゃあ、玉ドラ貫通させて終わりましょう。どう分割しようか。
もうちょっと落ち込ん欲しかったけど、これで火力がさっきの方が出てたね。何の違いでしょうか。やっぱり降ってくると泥鏡が全部泥鏡なんで、そのやっぱ降ってくる量なんですかね。はい、ということで、オールエスカマリを使ってみたんですが、先ほども言った通りスロースタート、ただ火力はやばいとという結果でございました。カーリーといい、エスカマリといい、なんでこう突然出てきてさ、こんなにチヤホヤされんのかっていうね、なんか違うよなっていうね、いつも思うんですけど、まあまあまあ、それがソシャゲのいいところでもあるんですけどね。はい、ぜひエスカマリ持ってる方はお試しください。以上、ナッチでございました。バイバーイ。